た一人だけしかいないの？ということは、もしかして私とあんたと二人きり？ああ、それは誤算だった。まったく、走ってきて損した。え？集合時間は1時間前？知ってるわよ、そんなこと。でもママから電話がかかってきて、それでずっと話し込んでた。だから遅れた。以上、証明終了。はぁ、疲れた。あんたが急にラボに全員集合とか言い出したせいよ。まさかこの小汚いラボで新年を迎えることになるとは思いもよらなかったわ。はぁ、あ、ジョヤの鐘。今まで気がつかなかった。これで何回目？この鐘の音を聞いたのは随分久しぶり。アメリカと違って日本の年末は静かね。なぜかわからないけど切ない気分になってくる。本当はあんたの召集がかからなくてもここには来るつもりだった。会いたいなって思ったから。誰って、それは知らないわよ、バカ。ドクペもらうわよ。年越しか。そんなの人が勝手に区切った単なる記号で、時間は年が変わろうとも何の変化もなく過ぎていくだけ。これまではそう思ってた。でもそんな単なる記号なのに、一緒に過ごしたいって思える人がいると特別なものになるのね。不思議。時間は思い出とセットになって初めて意味を持つっていうことか。今っていうのがどんな定義なのかわからない。そもそも今なんて存在しないんじゃないかって考えたこともある。だけどあの鐘の音を聞いていたら、今を大切にしたいって初めて思えた。キルケゴールっていう哲学者の言葉にこういうのがあるわ。人間とは一つの総合である。有限と無限、時間的なものと永遠なもの、自由と必然である。ねえ、時間は人の脳の働きの一部だっていう仮説を考えてみたんだけど、どう思う？脳が世界を認識して形作っているように、脳が時間を形作っているの。たくさんの人の思い出が合わさって、そうして初めて時間という概念が生まれる。例えばこの部屋に時間が流れているのは、こうして私とあんたが一緒にいるからかもしれない。脳科学を学ぶ身としてはあるまじき妄想ね。でもそれが本当だったとしても構わないってちょっと思った。あ、年が変わるまであと1分ね。え、カウントダウンする？一人でやれってそんな言い方ないでしょ。何よ、クールぶってるつもりか、この童貞。しましょうよ、カウントダウン。10秒前からでいいから。その10秒間だけは私とあんたの思い出は完全に一致するのね。ほら、準備はいい？せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハッピーニューイヤー。あんたとこのラボには今年も振り回されることになりそうね。だけどそれもいいかな。なんだかんだで私は
この場所が気に入っているから。私、今のカウントダウンみたいに、この場所で、あんたと一緒に、思い出を積み重ねていきたい。そうして、たくさんの今を、共有していきたい。だから、今年も、よろしくね。